アルスの巨樹、微妙だった。実験体の話とか、クローンとの対決とか、生きる意味とはみたいな。そんな熱いところやってるのに、全然引き込まれなかった。もっと上手に料理できたはずなのに、演出の問題なんですかね。全体的にもパッとしないんですよね。いい題材なのにもったいないアニメです。以上、アルスの巨獣のお話でした。